はい、皆さん、こんにちは。はるみです。大変ご無沙汰いたしました。<laughs> えっとね、ちょっと体調崩しちゃったんですね。こっちの12、11月の25日のサンクスギビングデーのあたりから。で、あのー、ね、今日。 イザの素晴らしい回帰日食なんで、えー、とオラクルカードリーディングを引いてあげたかったんですけどちょっとあの今回はお休みさせてくださいねでもこの日食すごいパワフルなんで「えー、とミラクル会」の皆さんには、えー、とこの間ちょっと遅くなっちゃったんですけどあのエネジーナビあの提供してますからぜひご覧になってくださいね、えー、と皆さんねちょっとだけチャートをお見せしますけどあのえっ、ー、とねこの新月は食、えー、になるんですけど 伊手座の十二度、えーあ、ごめん、えー、伊手座の二十、あー、これ間違ってますね、伊手座十二十七度じゃないですね。ちょっと待ってねはい、えーと、伊手座十二度、二十二分というところでね。起こるんですけど、日本の皆さんの場合は、先端とが双子座なんですね。で、今回、あの、ほら、あのー、ノード軸っていうのがね。えっ、ー、と、サウスノードが伊手座にあって、ノースノードにが双子座にあるんですけど、この。 濃度の軸ですね月の濃度の近くで起こる新月とか満月が食になるんですよ。で今回は皆既日食なんですけどあのー、このねいて座と双子座の軸ですねこれで起こる今回の食はこれが最後になります。ね。だから、えっと、これから9年間はこの軸で、えー あの職があることありませんから今度9年経ったら今度はノースノードがいザ座になって起こってくるんですけどですからやっぱりねこの今回のこの皆既日食はしっかりとこのテーマを取り組むことが大事です。で詳しいことはあの ミラクル会員サイトで解説してるんであの今日はちょっとごめんなさいね私今日お顔出しもできないんですよ。うん、あのとあのやっぱりね横になってないと困るんであのお化粧なんか全然してませんからね今日ね。うん、でもあのどうしてもちょっとこれ伝えたかったんで日本の皆さんねあのこれサウスノードここにサウスノ濃度があるでしょのそばで起こってねあのまあノース濃度の支配性の彗星までここにそばにいますからこのねいて座のテーマ。 自分が何を信じてきたか自分の真実自分が何のために生まれてきて生きる意味は何なんだろう自分の役目はどんなことなんだろうそういったことをもう一度しっかり見返るタイミングです今回。でものすごいパワフルな食、えー、なんですけれども来年はね、えー、もっとすごいんですよ。 で今年はあのー、本当にシフトしてくるいろんなことがありましたけど12月まだ終わってませんからね、えー、12月は今年で一番激しい月になりますで,、まあ、ですからこの日食でねとにかくあの今までの自分がこう思い込んできた自分の真実っていうものをもう一度ノースノードの双子座のテーマつまり「 コミュニケーションをして情報を取ってきて本当にマスメディアだけが言ってることが正しい情報なのかどうかね正しいかどうか自分の目で街に出ていろんな人とこうあの交流してそして、えーえー、自分で判断していくそういう、えー、そして自分が今まで信じきってたこれが当たり前と思ってたような自分の真実が本当にそうなのかなっていうことを見直,見直せるタイミングです。でここでね来年の大きな夢を セットしてください来年はノード軸が今一度ですけどもうちょっとしてですね来年の、えー、いつだったかな十、えー、何日だったと思うんですけど、えー、ちょっと待ってくださいね今あのそうそうカレンダーをねあの今皆さんカレンダーまだですかっていうご案内あるんであの倒れる前にカレンダーをね一生懸命作ってたんでカレンダーはもうできてるんでそのお話もこれからしていきますけど。 ええと濃度が変わっていくのは十九日ですね。うん。で、その時にね、天王星も巡航に戻っていくんですよ。だから濃度がどこに変わるかっていうと、え月の濃度は普通の天体はこうやってね、えこっちからこう動くんですけどね、半時計回りにこうこっちに行くんですね。だからお牛座とサソリ座の軸になっていくんですよ。これがどういう意味か。これすごい大事なテーマなんで、来年はいろいろとまた激しいエネルギー来るんですけど、特に 大波が来ます。すっごい大きな宇宙からの波が寄ってくるんで、この波をしっかり受け取ってね、波乗りができるか。知らない人は津波のような大波ですから、波に巻かれて溺れちゃうか、見失うか、もうどうしていいかわからない状態になります。もう来、なると思うんですね。だから来年は本当に今、宇宙のエネルギーをよく理解して、 よく自分のプランをしっかり立てて今次に本当に自分らしく生きていくどういう夢を実現しようどんな生き方をしようかねそれが自分の真実でもあるんですよね。そこをしっかりと、ね、見ていく時にそしてこれは日本の皆さんの場合は6発ですからただ自分の真実だけじゃなくてやっぱり自分がねどういう役目を果たそうとしてるのか。 世の中のためにどういったことができるんだろう。何のために生まれてきたんだろう。そういったことをよく感じること大事ですよ。特にこの新月は、えー、ベスタもね、ここに9度でね、重なってますからね。だからいろんな意味で、本当に、えっ、ー、と、自分の魂の声をよく聞いて、生きてる人は来年はすっごいポチュンジきます。ね。だからちょっとそのことだけお伝えしたかったんですよ。それでですね、私毎年、あのー、まあ、 特にミラクル会の皆さんを中心にね一般の方にも公開してるんですけど有料で、えー、と来年1年の大きな流れとそれからその後の、えー、大切なポイントみたいなのを特別有料エネジーナビっていうので、えー、提供してきたんですけど来年はそれじゃ全然足りないんで、えー、プログラムを今 作っていますそれで本当は今日それを皆さんにこういうプログラムですよっていうのでご案内をして、まあ、受付とかね詳しい日程をねお話しする予定だったんですけど1週間寝込んじゃったんでちょっとそれが出遅れてるんですねでも、えー、このプログラムはソルジジャーニストラテという名前にししまた今私は「ソウルジャーニー,ーしし・ね、ジーニーアストロージ」というプログラムを今までのこの、うん、意識進化線科学ですね コンシャスネスネアストロロジーをベースにした上でそれ以外のエソテリックアストロロジーとか BSP とかあの今、うん、その進化先生学だけではお伝えしきれなかったものを全部総合してマスタープログラムを今あの開講してるんですけどまあ、えー、そこに向けてね、えー、皆さんの魂の旅なんですよね根性。で皆さんの生まれたネイタルのチャートって言われてる ホロスコープは生まれた瞬間の星の配置っていうのはね皆さんの魂の設計図ですからでそれを、えー、しっかり使ってですねこう日本語にするとソウルジャーニーストラテジーにしたんですけど、えーまあ、その有料のウェブなそれから、えー、とその他にも、えー、3本分ぐらい動画でですねいろいろな皆さんが計画を立てていったりとか、えー、と今度は一人一人の チャートがそこまでまだ読めなくても、えー、とど,うどういうところをすごく取り組まなきゃいけな,きゃい,けないかっていうような大きな動画以外のねウェブ内以外の、えー、動画とかねそしてこの、えー、星読み星込みのね、えー、正規カレンダーですねこれはねやっぱこれ作るのすごい時間かかるんですよ。一つ一つ日本の え時間に合わせててて全部チェックしてね出しね出るんでねで今回またバージョンアップして BSP のデータとかいろいろ入ってますけどこれも全部あの特典でついてですねえっ、ー、と、えー、すごくす晴らしいあのプログラムを皆さんに提供しますからでこれあの多分ですねウェブなまだ本格派じゃないんです本格的に発表じゃないんですけどモ、えーストライクリ本当はね年内に ウェブナーやりたかったんですけどちょっと私の体調のこともあるので、えー、来年の1月の3日がですね 最初の新月になるんですね。だからその新月のタイミングで、えー、ウェブナーは開催しようと思っています。で、通常のウェブナーよりも長いウェブナーになります。途中で一回休憩しますけれども、お正月の3日だったら、あおうちにいらっしゃる方も多いんじゃないかと思うので、よかったらぜひね、あの、楽しみにしておいてください。そして、そのウェブナーといろいろな、え特、ー、典というかね、別途の、えー プロ,グラムプログラムとして皆さん提供しますからそれで来年1年いつどんな時にどういう波が来てどのようなことを自分は意識しながら乗り切っていくかというこのねストラテジー戦略がなかったら来年は大変ですよ <laughs> 本当にでもものすっごいチャンスも来るんですよね本当に世の中が多く変わってきますから、うん、だからえっ、ー、とやっぱりですねあの 毎回毎回の直近の大切なテーマっていうのはやっぱりミラクル会員サイトの方でエナジーナビで詳しく解説しますからでも大きな流れ来年の1年の大きな流れのもうピンポイントでどこが大事かということをいろんな角度からお話しするのとそれをもっと具体的な、えー 今度は個人レベルで落とし込んでいって、どこを気をつけていったらいいかっていうようなガイダンスの動画と、えー、ま、いくつか、えー、と、それからヌメロロジーもね、えー、ぜひ教えていただきたいっていう、あの、欲しいっていうね、えー、リクエストがすごく多いんで、あの、来年はね、その、プライベートな、えー、自分のヌメロロジーについてのお話とかね、そんなのも全部含めて、来年、皆さん、本当に、あの、今年大きくシフトして、 えー、2020年からね、大きな変容が起こってきてるんですけど、この2年間、何か新しいことしてきましたかね。あの、種をまいてきた人は、ここで来年本当にね、あのー、大きくね、あのー、その夢をね、拡大していけるチャンスが来ますよ。外側は大変なことになると思います。 もうこ今,月今年中にね、えー、と多分いろんなことが起こってきますからで今年中に明らかにならなくても来年の前半はもう大嵐が外は吹き荒れます大津波がやってきます本当に、うん、津波のような感じででも知ってる人はこの津波乗り切れますから、うん、だからあの本当にね今私が何ができるかなと思ってこの、まあ、1週間、ね、寝込んでてる間にえっ、ー、とまあ いろいろとねメッセージも私降りてきたんですよね <laughs> あのエネルギーワークで直したんで今回あのちょっとねあのーえー、メニュエル症候群のような感じになってしまってね、えー、ちょっと、えー、ヨガの 訓練をしてたんですけど、まあ、それはあのえっ、ー、と組んだりヨガじゃなくて普通のねヨガなんですけどちょ,ちょっとねちょっとやりすぎちゃったのもあるんですねだからだから耳石がちょっとずれちゃったってのもあるんですけどそれだけじゃなかったと思いますねだからまあ私にとっても今すごい大事なタイミングなんでえっ、ー、とこの1週間宇宙から頂いた,だいた、うん、やっぱり自分と向き合うすごい大事なえ何、ー、て言うのかな ああのの時間をもらったと思うんでですねであのちょっとあの会員の皆さんには「えー、ごめんなさいちょっとエナジーナビが遅れます」っていう、えー、メッセージだけはあの打てるようになって打ったんですよね3日間はねほんとね全く何もできなかったトイレに行くのが精一杯で歩けないんですよね立てないんですよね本当あれ大変だったけどねねでもねあの 病院にも行くくことなく、えー、しっかりですね、えー、3日目にはちゃんとまあなんとか下まで行けるようになりましたから全部エネルギーワークで治しましたので。あの やっぱりそ,その時に受け取ったいろんなメッセージがたくさんありますからね、えー、楽しみにしておいてくださいそういうわけで本当、えー、ごめんなさいね楽しみにしてくださってたね、えー、と方いらっしゃると思うんですけどあの今年中には絶対オラクル皆さんにもね提供しますからね、えー、ともうちょっと元気になったら、えー、元気なお顔をお見せしますそれでは、えー、と詳細は、ね、近日中に発表しますからね、えー、ぜひこのソウルジャーニ、えー、ストラテジーね是非、えー、2022年の皆さんの ね、最初はねマイ・ソウル・ジャーニー・ストレッジーとかマイを入れてたんですけどまあちょっとなるべくシンプルにと思って短くしたんですけどお,お一人お一人が自分の魂の来年は戦略なくて、えー、進むとですね本当にあの苦しい年になると思います。でもその分本当にすごいチャンスも来る年ですからそのエネルギーをよく理解して来年1年をもう本当にすごい時を 生きてるんです私たちこのすごい変容の時代に選んで生まれてきてる私たちなんですねだからあのこの2年間はしっかり自分の内側と向き合う時間だったんですよだからあの今まだノースノードが双子座にいるっていうことはねその向き合うためにね自分の人生を振り返る時、えー、ときに言葉を知ってるってことすごく大事なんですあのアストロージーってエネルギーとサイクルの学問なんですけど アストロロジーって言語なんですよ、えー、といつも私の講座ではですね「アストロロジーは言語である」「もしこの言語が理解できたら空があなたに話しかけてくる」という、えー、ディーン・ルディア先生というね私が大変尊敬しているアストロロジャーの名言があるんですけれどもそれをマントラのようにしてですね、えー、みんなで必ず、えー、一緒にそれを言ってですねそれで授業を始めてます。でこの「アストロロジーは言語だ」っていうのはねどういうことかっていうとね あの本当にこのソウルジャーニーアストロージーコンシャセンスアストロージーですねその進化先生学で12のエネルギーのアーキタイプと言われてる種類をしっかりと学ぶことでね今まで私たちが感じてるんだけどいろんなことなんか感じてるんだけど言葉にならないかったものがあるんですよ。それが だからアストロージーは言語なんです。エネルギーのことをちゃんと言葉でこんなに分かりやすく解説している講座はないと思います、本当に。で、たくさんの皆さんの、えー、意識も変わったし、えー、たくさんの さんのののの今ままでの受講生の方たちのフィードバックももらってますだから私は本当に自信を持ってですね今学ぶっていうことがすごい大事なんですよ。ですから、えー、と来年からはですね、えー、あの星込みもですね星込みコーポレーションもですねちょっとアップグレードしていきますのでいろいろと企画も変えていきますけれども今までの、えー、プログラムも随分見直しをしていきますから、えー、もし、えー、アストロージーをいつか学びたいなと思っているんだったらあの 時は今ですよね今学んでおくことでね来年は、えー、サウスノードがさそり座になってきますから自分の感感情情ワワーーククををしししっかりしてていいいらない感情を統合していくワークが必要ですそしてノースノードはおいしさに入ってくるってことはこれはこの「ソウルジャーニアス,ストラテジー」の方で詳しく解説しますけど自分と向き合って自分の価値とか自,自分を認めていくというそこをねどのくらい大きく広げられるかこれは 皆さんんんがが今学学でいる学ぶことがすごく大事なんですんあのマインドをしっかりね、えー、鍛えることそして体ね来年はね今年もそうですけどずっと来年はしっかりと体を作っていくえっ、ー、とスピリチュアルに生きるっていうことは体をしっかり整えないと生きられないんですよ。本当にスピリットに目覚めるためにはね体を目覚めてないと絶対目覚められませんからそういう意味で私も今回ちょっと。 1>, あの1週間のお休みをいただいてしっかりともう一度体を整えるチャンスをもらったんだと思うんですね。うん、ちょっと今パッと降りてきちゃったんでこれで終わりにする予定だったのをちょっとお話しちゃいましたけど本当にに素晴らしい、えー、来年になっていきますだから本当に素晴らしい本当にすごい時を生きてますからね皆さん、えー、そういう意味で来年私があの渾身の力を振り絞ってねこれから。 一ヶ月で準備していくんですけれども、えー、提供できるのを一人でも多くの皆さんに受け取っていただけたらと思っていますはい、それでは楽しみにしておいてください素敵な、えー、日食を迎えくださいね大きな夢をセットして、えー、と来年自分はこう生きるぞっていう本当の自分の、えー、生き方をねあの具体的にそれがどうやってできるか分からなくても大きな夢をセットしましょうこれがと とても大事な日食ですはいそれじゃあ Thank you so much and so much love!